夏休み夏休み、うん、ヒカキン TV Everyday ハロー YouTube。 どうもバカンス行きたいヒカキンです。ちょっとね、動画の冒頭から忙しいアピールになって申し訳ないんですけど、おかげさまで私ヒカキン、すごくお仕事を人生最大級に忙しくさせていただいてるんですが、疲れがすごい、やっぱり蓄積してくるんですよね。でやっぱり癒しが欲しい。大自然とか好きなんですよ。あの虫とか見たり、あの海とか見たり、あとはグルメが大好きなんですね。まあ、何が言いたいかっていうと、旅行行きたい。でも何日も何日もね、3日間とか休みがない、これどうしたらいいのかなって考えた時に、いい方法を思いついたんですよ。まあ、タイトルにある通りなんですが、あ、これプライベートジェットなら1日2日で自由に沖縄、あ、北海道行けるんじゃね。というわけで今回の企画は、1日の乗車料金1000万円、超豪華プライベートジェットで日本横断してみた。破産。ついに私ヒカキン、今年33歳でデビューですね。いやー、もうね、自分の中ではもうあの海外の一流サッカー選手とかさ、世界的企業の社長とかしか乗らないものと思ってましたが、自力でそれもできる限り良いプライベートジェット乗れるようにしました。緊張する。行き先は南は沖縄から北は北海道、ピピョン、一瞬でピピョンって行っちゃいたいと思います。もう下手したらね、え、ちょっと他のとこ行きたくなったわとかもできるらしいんで、もしかしたらどっか途中寄っちゃうかもしれないし、楽しみ。というのもね、まあ、いやぶっちゃけね、そんなプライベートジェットなんていいものに乗っていいのだろうかって少し迷ったんですけど、大奮発。この夏のね、自分へのご褒美と疲れを癒すために、人生の経験としても大奮発で大緊張で決断しました。で、実は僕5年くらい前の2017年に1日で沖縄と北海道行って、1日で日本横断して楽しんでくる旅みたいな動画をね、上げたことあるんですよね。これの超パワーアップ版です。おそらくなんですけど、この時旅費って多分ね、かかっても十何万とかなんじゃないかな。今回ね、あのプライベートジェット代は本当に1日で1000万円なんですよね。なんですけど、他にもせっかくだからね、優雅に行こうかなと思いまして、もうちょっとだいぶかかりそうなんですよ。ってなると、この時の100倍かかってるお金ということで、張り切って満喫していきたいと思います。でね、プライベートジェットって、まあ、僕もほとんど調べてもないんですけど、初見で行きたいから。空港でさ、普通の飛行機乗るなら荷物検査とか搭乗口とかこう並んだりあるじゃないですか。ああいうのがなんかもう全然違うらしいんですよ。そういうとこからもう楽しみだったり、もちろん機内のさ、なんかこうどんな雰囲気なんだろうとか、あと料理とかも出るらしいんですよね、機内食。それがどんな感じなのかとかさ、沖縄北海道行くのも僕めちゃくちゃ久しぶりなんですよね。なので青い海見て、まあ、昆布でも拾って海でもちょっと入ってね、で北海道やっぱ僕、味噌ラーメン食べたい、味噌ラーメン大好きなんで味噌ラーメン食べてみたいのは絶対最低目標としてね、そこだけは死守していきたいと思います。で、あの北海道せっかく行くんで、まあ、北海道でまあ味噌ラーメン食べた後に、まあ、虎にチュールでもあげてこようかなと思います。は、まあ、いろいろ準備してるんで僕も楽しみです。はい、てなわけで、もう少しするとお迎えの車に来ていただけるということで、ワクワクして待ちたいと思います。プライベートジェット、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 行ってきます。ブーンブーン。めっちゃ雨やん。雨このレベルね天気予報雷雨なんだけど、東京は。ただ沖縄行ったら分かんないから、分かんないよってことで仕方ないってことで、そろそろ車が来るんで、お、来ました。楽しみだね。これでもうプライベートジェットの目の前まで行けんのかな、ちょっとよく分かんないですけど、行きたいと思います。
ます。これ見てこれ。すごいもん。はい、というわけでこれから少し乗るところに向かいます。今もう朝の5時半くらいなんですけど、こんなに朝早く旅行行くの久々だね。沖縄行ったら晴れてくんないかなっていうね。夏休みパワーで晴れると信じていきましょう。じゃあお願いします。プライベートジェット、プライベートジェット、プライベートジェット。あー雨やな。今ですね、今回羽田空港から、那覇に行くんですけど、なんか路地裏みたいな、なんていうんですかね、多分空港の近くなんですけど、滑走路っぽい雰囲気出てきてんだけど、これ。本当になんかああいう金属探知機とかなんかチケットとかああいうの吹っ飛ばしてきてんな、これ多分。本当にいいのかなみたいな。ちょっと待って、これ、あんまりこれ映せないんですけど、あれのことかな。なんかね、プライベートジェットがなんか、いっぱい並んでんの。ライバルがいっぱいだね。やっぱいるんだなぁ。1,2,3,4,5,6、うん、結構いるね。今日飛ぶってことなのかな。すごいなぁ。どれかが僕が乗るやつですかね。今敷地内に入るときに軽いチェックみたいのがされております。あ、今いよいよ滑走路の敷地内に入りましたね。いや、なんか空港の真横とかなのかなと思ったら、全然空港とか何もない感じの平地、平地。こんな感じよ、こんな感じ。飛行機はちょっと横にあるんですけど、本当にこんな感じ。冗談抜きで十何機くらい並んでるんですけど、どうなんだろう。すっごい小型のものから、まあ、でっかいものまであるんですよね。これか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、すみません。やだー、すげー、すごいよ、車輪がもうこんな近くまで、すげー、すごいよ、車輪がさ、うわー、もうすぐ触れる距離、すごい緊張してきた。おはようございます。おはようございます。こちらでございます。よろしくお願いいたします。パイロットさん、そうでございます。よろしくお願いします。本日ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。天候につきましては現在こういう天候なんですけども、はい、長野の方につきましては天候良好ということで、特に問題ございませんので、あ、もう離陸は問題ないっていう、はい、あ、よかったありがとうございます、はい、約離陸してから2時間15分ぐらいで長野に到着する見込みでございますので、はい、それまでごゆっくりと機内でお過ごしください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ乗ってきます。人生初プライベートジェット、イエーイ。もう傘置いてっちゃおう、もうイエーイ。おー、すげー、すごい、うわー見てこれ、すげー、うわープライベートジェット、すごー、見てこれ超広いんですけど、嬉しい。なんかすごい、これエアコンがさ、シュボーって出てんの、これ、うわーめっちゃいい。プライベートジェット、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 あー、どこ座ろう俺。え、1,2,3,4,5,6,7,8座席ある。やばい。あ、すごい。なんか、手洗いとトイレもついてる。そりゃそうか。うわぁ。はい、いよいよこれから離陸なんですけど、少しだけコックピット取っていいという許可をいただきましたので、見させていただきます。はい、ロックさん、ありがとうございます。すげぇ。
エンジンがかかりましたね。ふーんってすげえ。ちゃんこ飴です。大丈夫かい。これモニターがあります。緊張してきた。でもね、小型機だからといって全然安定してるそうで安全だということで、もしかしたらなんかいつも乗ってる大きい飛行機より揺れるんじゃないかなとか思ったら、そんなこともないみたいですね。羽田空港やっと見えてきましたね、やっぱ近いんだね。はい、というわけでいよいよ離陸ということで、おお。ちょっ、加速の仕方が普通の飛行機じゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、もう浮いてる。こうなってる。こう右。飛行機とこんな違うんだ。身軽、一瞬で浮いた。もう外真っ白で何も見えない。やべえ、雲抜けんのかなこれ。レッツゴーとか言う前にもう浮いてました。あ、すげえ、もう雲抜けてきてる。こんな角度つくっけ普通の飛行機。45度ぐらいになってる気がするけど、気のせいかな。展開にいる。やばい、神々しい。おお、めっちゃ晴れ、抜けた。すげえ。うわすごい、マイナス17度。外は極寒です。ドンペリニョン2010。いただきます。ヒカキンのプライベートジェット夏休み、スタート。今日平日なんですけど、プラサンビーチ行きたくて、人どれくらいいるかなとかね、全然夏休みでもないので空いてると思うんですけど、お魚見たいよね。あと国際通りとか行きたいじゃん。やっぱりね、安定しましたので、で、コックピットの方行っていいということで、ありがとうございます。行きます。いや、これ CG みたい。青空見えるコックピットから。すげー、すげーしか言えない。わー、一生忘れないわこれ。どこかの街が見える。どこでしょう、クイズ。んー、どこ。今静岡らへんなんだな、これ。はじめ社長の上を通過しています。これさ、リクライニングついてるっぽくてさ、ほっ、おい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 、あれ、おいおいおい、
これクルンってできるんだってやろうと思えば。よし。はい。お。コーラで。コーラでください。どこかと思ったらおしぼりです。あ、おはようございます。ゴージャスだな。なんかくるみみたいの入ってるパンに朝飯と思えないボリューム。まだある。うわーすげえ。これだけじゃない。今もう神戸の方まで来てるね。これ関西を通過してるかも。ありがとうございます。あ、全然。やっぱりウイスキーだよね。コーラなんだけどね。まだ来るっぽいからちょっともうちょっと我慢。ありがとうございます。すっげえ。バイベートジェット、バイベートジェット、お手拭きで。あ、すごい。これちゃんとしたおしぼりが出てきた。なんつうの、持って帰ろうかな。持って帰ろう、記念に。あ、なんかレモンみたいな、ライムみたいな匂いする。これだよ、これがプライベートだよ。いただきまーす。いただきまーす。これをプライベートジェットでやったのは初めて、世界で初めてです。僕は初めて。じゃあ優しいオムレツから。ほら、ふわとろだね。ふわふわだ。うわー、うまっ、うまっ。カニのソースか、カニのパスタの味がする。うまっ。サンドイッチいっちゃいます。ああ、うまっ。パンがうまい。まずくるみの風味もいいし、トマトみずみずしい。まあでもね、沖縄ついて海で遊ぶので、ここで腹ごしらえバッチリして、乾杯。うわー、これね、うめえ。最高。めっちゃ苦しい。普段俺朝飯食わないからさ。でも美味しい。いちごもうめえ。これですね。ハート型です。うまい。全てがうまいね。ヨーグルトもね、マーマレードみたいなのがかかってて、ユズ。うまい。もうついちゃうよ。マジであと3、40分。マジでもうタイペイ、タイペイって字が見えてきてる。いただきます。いただきますじゃねえよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まもなく到着です。ちょっと待って、めっちゃ晴れてるぞこれ。多分来たんじゃないこれ。ジェイカキンパワー、めっちゃ晴れてる。やったー。もう間もなく着陸です。いや、めっちゃ晴れて嬉しいわ。あら、軽やかにやってくから。これちょっと慣れない感じが、余裕って感じで痛いんだけどね。ちょっとね、初めてなもんで。でもね、ほぼ揺れなかったね。あんなに天気悪かったのに。大丈夫なもんなんだね。やべ、船とか見える。おー、船です。あのパイロットさんの方見えるからだけど、多分今ね、照準を定める。滑走路にピシッ。つうか、沖縄ってこんなでかかったっけ。すごいでかいんだけど。でかミニマムス、ミニマムス、ファイブ。英語の通信が行われております。あ、もう喋れるな。テトラポット見えてきた。
おお、安定してるな。あら、なんか軽やかだね。3、2、1。楽なんでしょう。降ります。やった、沖縄の地に降り立つぞ。よし、降ります。イエーイ、暑い天気、夏休み始まったぞ。最高じゃん。じゃあ海行こっか。うわ、もうすぐ海じゃん。楽しみ。すでにヤシの木みたいのがあります。わー、いやー、やっぱニベアだよな。よーし、テローンって感じで着きました。キュアサンビーチ、5年ぶり。こんな感じ。魚見つけるぞい。天気最高。前来た時よりいいな。天気最高じゃん。32度だって気温。時間後には北海道にいるから。どこで魚探そうかな。その辺ファインディングにもいないかな。暑いけどね、裸足で入れるね、この砂。おお、ちょっと無理かもしれん。気持ちいい。マジで5年ぶりに海来たよ俺。石の下に何がいるか、まずは石から。お、魚いる、魚いる。今魚いたよ。あ、カニいた、カニいた。ちっちゃいカニいた。すみません、ちなみにね、さっきね、あのカニに掴まれて切れちゃったんですけど、撮れてなかったです、動画。うわ、エビだ、エビ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 よ、エビよ、エビよです。あ、これカニだわ、カニ。あ、カニ置いたよ、ほら見て見て、カニを、カニをまたまた横向きに歩いて悪さするんか、カニを。おい、大丈夫か、こんくらい。よし、あ、カニを、あ、カニを、あー、ハサミを広げた、カニを。怖い、怖いよ。ほら、カニを、カニをまた悪さするんか、ほら、カニを。遊泳OKな区域まで来たんですけど、人がね、少しいるね。で、遊泳OK区域がね、思ったよりなんか狭いのね。人がいるんですよ。こっそりやろうと思ったんだけどね。まあまあいいでしょうね。悪いことしてるわけじゃないから。ドキドキするんだこれ。これね、チームとかだったらね、ウェイっていけんだけどね、一人ってね、ドキドキするのね。魚いるって言ってるわ。こんにちは。すごい。ハロー YouTube。やばい。こんにちは。写真ちょっと。いいですよ。すごい。じゃあ毎日見てますよ。ありがとうございます。よかったね。夏休み宿題頑張ってね。
宿題の年じゃないか。まだ。じゃあね。バイバイ。そうそう。やっほー。やっほー。バイバイ。そう。ハロー YouTube。気をつけてね、海で。バイバイ。こんにちは。写真撮ったら撮られる。これは伊豆に大丈夫ですか。いいですか。はい。チーズ。ソロ。一緒に撮ってもいいの。伊豆に、はい。暑いですね。行きます。3、2、1。はい、チーズ。大ファンで行きます。ありがとうございます。ハロー YouTube。 ありがとうございます。はい、いいですよ。はい、すいません、こちらでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、いえいえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、目良くなってきた。カニ見つけました。カニを、あ、魚もいる。あー、早い。どこ行った。やばい、カニ早すぎる。待って、ここに魚いるの分かる。これ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 、分かる。ここにさ、顔だけの魚みたいなのいるんだけど、これ何、貝。あ、フグじゃねえこれ。カエルみたいなやついるでしょ、ここに。ほらほらほら、何これ。フグだ、フグ。フグだよねこれ。あー、見て見て、ほら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 、フグだ、フグだ。おお、これ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 、あのね、ここに、ここにさ、これサンゴあるじゃん。これの下に行くよ、行くよ、行くよ。ほら、フグだ。ほら、フグだよな、これ。絡んだら痛いよ。だから気をつけて、危ないからね。ほら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 、フグを。こっち来てる。ああ、ほらほら、フグを気をつけて。はい、ダメよ、フグを。はいはい、また悪さするんか、フグを。はい。今なんかいるな。すごいのいるかも、ここ。うわ、すげえ手出てきてる。ここここ、やばい。ほら、これやばくない？これやばいよ。俺指ちぎられるかもしれん。出た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 ぞ。でか、これは持てないな、多分。うわ、このやろ。おお、すごいすごい。うん、迫力満点でしょ。ほらほら、おお、ほっほっほっ。これ持てないかな、パチンって。無理だ、無理だ。危ねえ。どっか行ったね。うわ、すごかったね、カニ。よーし、はい、った。濁ってて全然見えねえよ、これ。浸水するね、これ。秒で浸水、これ。バイベイ。塩水が鼻に入って気持ちいい。髪の毛とかさ、濡らさないで次行かなきゃって言ってたんだけど、もう忘れるぐらい気持ちいいね。いやー、最高。沖縄大好きだ。うわー、もうなんかさ、さっきからさ、浅いなーとか言ってたんだけど、ちょっと離れるとこれがいるんだって、猛毒のクラゲ。ちなみにこれ刺されるとどうなるんですか。体小さい子供だと今まで死亡例もあります。えっ、さ、悪さをするなよ。これどう見てもさ、なんかビニールを浮いてんなみたいので触っちゃうよね、こんなん。でもよく見るとさ、足がさ、うねうねうねって、もうちょっと量減ってね。だからみんなね、遊泳禁止区域で泳ぐとこういうのにバンパンされるからね、気をつけてね。チーズ、よいしょ。チーズ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで本当にね、1時間ちょっとないぐらいしか入れなかったんですけど、沖縄シュガサンビーチ最高でした。安全第一なビーチでした。ありがとうございます。いや、危険生物にやられなくてよかった。子供たちも喜んでくれました。本物だよ。自分で言うのダサいよね。本物だよ。じゃあね、バイバイ。バイ。じゃあね、じゃあね。じゃあね。おお、なんか沖縄の男って感じするね、俺これね。今、国際通り向かってます。ソフトクリーム食いてー。
着しました。早速にも来るぞ。イエーイ。国際通りでーす。覚えてるわ。久々だわ。変わってないね。あ、なんか焼肉みたいないい香りすんな。いや気持ちいい。すごいね、平日なのに人めっちゃいるわ。ただ年配の方が多いっすね。立つんだ、ジョー。ジョーがいました。前行った店あるわ、ここだよね。ちょっと待って、マンゴーソフトクリームだって、うまそう。いや南国に来た気分だね。ちょっと怖い人が来たら下向きになる。はい、怖い人が通過しました。前向きになります。お土産買うぞ。ウミンチュっていうお店なんですけど、これ可愛くない？これお、それも結構石っぽくてどっしりしてる。これさ、おかえりとかさ、こういうひらがなのやつ可愛いね。辛いこと嫌なやつ飛んでいけとかさ、これすごい石って感じ。お金も来い来い飛んで来いで、ちょっとこいつ悪者感あるね。うわー、どれ買おうかな。可愛いなこれ。なんかこれこれ欲しいな。これいいな。これいつもありがとう。まあ、せっかくだから、じゃあお金も来い来い飛んで来いも買っとくわ。お金も来い来い飛んで来い、この辺ですかね。はい、すみません、ありがとうございます。よいしょ、はい、はいはい、ありがとう、はいはい、あ、せっかくなら、じゃあ内縄ボクサーパンツ。内縄ってどういう意味でしたっけ？沖縄。あ、沖縄。やばいこと聞いてる。沖縄という意味です。カッピー。はい、はい、ありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございます。声かけてくれました。さあ、アイスありました。有名らしいね、ブルースシール。ここで食べたいと思います。ほら、クレープとかもあるんだね。そっかそっか、こういうタピオカ入りのソフトクリームとかもあると。うわー、どうしよう。ほんでさ、こういうのもあんのよ。普通にこういうさ、シャーベットが食べたいかも。もう海でさ、喉カラッカラなんよね、今もうね。すいません。これって何個までいけるんですかね、あのカップなら。そうですね、3個まで。3個まで、はい。じゃあ黒糖とシークワーサーとパイナップルで。はい、こちらは普通サイズでよろしいですか？はい、普通で。ありがとうございます。サイズは900円でございます。はい、あ、こっちか。おー、はい。自動化に驚くタイプね。最近セブンとかもこういう感じだからさ、いつもやっちゃうんだよね、こうやって。どうも、ありがとうございます。はい、ちょっと待って。セーフ、ありがとうございます。あぶねー。シークワーサーパイナップル黒糖です。お、うまっ。シークワーサーうまい。爽やかなの食べたくてさ、ちょっと本当は紅芋だっけ行きたかったんだけど、ちょっと喉かいちゃってさ、シャーベット系多くしちゃった。今めちゃくちゃね、もう暑いから北海道行ってもう涼みに行こうかな、もうちょっと歩いたら。ただね、順調すぎてちょっとね、時間早いんだよね、まだ。どうしようかな。苦しい。毎回苦しくなってんだよ。シークワーサーじゃなくてシーサー。さ、この後ね、北海道行くんですけど、いやー、すっごいホテル取ってるんでね、それが楽しみっすね。あと沖縄がね、もう30何度なんで、北海道涼しいかね。まあ、北海道着くのは多分もう夜ぐらいになっちゃうかもしれないですけど、あー、涼しいといいね。何軒もあんだね、ブルーシールって。さ、国際通りほぼ抜けましたね。すごい、こんな長かったっけね。俺多分一番奥まで歩いたことないのかな。お、沖縄のセブンイレブンにはシーサーがいるね。これ、お、
沖縄シーサーセブンイレブン、ほら、でこれから那覇空港から北海道にね行く予定なんですけど、僕ねたこ焼き食べたいんだよね今。うん、大阪行けないかな、ちょっとダメ元でワンチャン時間に余裕もあるので聞くだけ聞いてみたいと思います。もしこれで大阪行けるってなったら多分 一瞬しか行けないんですけど、大好きな僕のアメ村のたこ焼きだけ食べて速攻ですぐ北海道行けばもしかしたら間に合うんじゃないかなと思いまして、プライベートですからお願いしてみます。もし実現したら昔の動画よりかなりパワーアップしたことになるよね。沖縄、大阪、北海道、もうこれ人生でもうこんなことできないですよ。最終で最後、いい人生だ。よしよし、ちょっとお願いしてみます。はい、今から大阪って行けたりします？はい、ちょっと確認しますのでお待ちいただけますでしょうか。はい、行ける可能性もあるということで。あります、はい、ちょっと確認します。あ、お願いします、はい、お待ちください。はい、結果が出たそうです。ズバリ大阪は行けますか？行けます。行けまーす行ってきまーす。大きにありがとうございます。すげーやばこれがプライベートジェット。楽しんできてください。行ってきまーす。行ってきまーす。大阪。いやー。お願いします。お願いします。うわ、涼しい。まあ沖縄からだとより涼しい。やったー。まさかの大阪も行けるってことで、たこ焼き食べられる。やったー。プライベートジェット。はい、プライベートジェット。日焼けしたな。これが涼しいの、これが白くなってシュポーって。はい、今ですね乗って5分くらいなんですけど、もうなんか飛び出しそう。5分くらいで飛び出すんだって、やばくね。あ、乗りますって言ったらもう、あ、5分で飛び出しますみたいな。え、勝ちこれ快適だわ。最初で最後とか言ったけど、これいつかまた乗りたいけどってもう思っちゃうね。これ加速して何秒か数えるわ。マジで早いのよ。合図が鳴りましたね。あ、滑走路で機体が今まさに栄光になりました。こっからなんだよ。キュイーンって言ってんだこれ。ほらほらほら、ブーストブーストブーストボム。ほらほら、行くよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15秒で飛んでる。角度がやばいのよこれ。45度なんよこれ。G がすごい。海とか街、沖縄から飛び立つ風景は超綺麗。すげえ。うわあ。いや、日本と思えないね、これすごい。お、出てきました。うわ、お上品な。
サーモンでございます。はい、いただきます。アフタヌーンティーセットでございます。すげえ。アフタヌーンティーセット。すげえ。ありがとうございます。うわあ。あ、じゃあホットコーヒーにします。はい。あ、ありがとうございます。はい。前でよろしいですか。はい、大丈夫です。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。3時のおやつです。アフタヌーンティー、コーヒーだけど。サーモン、いただきます。うまっ。うめえ。甘いマカロンと苦いブラックコーヒーが口の中に広がって美味しいです。これすごいな。よく見るとね、マンゴーみたいなやつとか、このなんかさ、エクレアみたいな、なんかなんだこれ、すげえ。うん、うん、マンゴーだ。うまい。キャビア。サメさんありがとう。いただきます。しょっぱくて美味しいね。初のトイレです。ん、どうなってるんだこれ。え、これトイレ。 あ、トイレが出てきた。うおー、すげえ、こうなってるんだトイレ。お、すげえ。おー、トイレこんな感じ。おー、すごいすごいすごい。へえ、失礼します。向かい側の引き出しによっ、トイレットペーパーとか入ってる、ほら。あ、お手拭きとか。へえ。おお、水も出る。すげえ。すごかったな。トイレだけで楽しいわ。すげえ。海外の DJ みたいだね。僕はね、プライベートジェットで移動中に曲を作っているんだつって。そう、DJ の人ね、パソコンこうやって開きながら降りていくんですよ、あの階段。こうやって曲作りながらって。かっこいいよなって思ってたんだよ。オープニングを編集しちゃおうっていう。はーい。例えばさ、一回もこのシートさ、倒したりしてなかったんですけど、なんかレバーとボタンがあって、レバーを引くとなんか、これさ、なんで横なのみたいな。なんか横に出してから倒すみたいな。おーみたいな。いろいろ動くんだけど、横に出して、で、これでボタンを押すと。眩しい。ほぼフルフラットになる。お客様、大阪でございますわよ。たこ焼き、たこ焼きって感じで寝れるね、これ。これはもうファーストクラスを超えているよ。素晴らしい。
さあ一瞬で到着だ。早い。うとうとしてたらもう到着大阪。ただ今回もともと長くねちゃんと行くっていうつもりじゃなかったので本当に時間30分ぐらいしか取れないかもしれないんで超急いで雨村の三角公園とかあと心斎橋のあのグリコあの辺だけたこ焼き食べてグリコとか行って速攻で戻ってきて北海道へ行こうって感じで急いで行きたいと思います。熱々で食べちゃうわたこ焼き。いやーでも天気晴れてるわ大阪も。よかった。でそのね行きたいたこ焼きは甲賀流って言うんですけどヒカキン TV でね 2,3 回今まで食べてきてるんですよ。はじめ社長と行ったりとか。あそこのネギたこ焼きがマジで美味しくてちっちゃいんだけどなんかトロトロでペロッと食べちゃうんですよね。おー、いよいよ着陸だ。次は大阪、大阪。おきに、おきに、来ない。えらいこっちゃで、これ。せやかでもう到着か。大阪ー、やったー、大阪来ちゃったぞ。グリコ行きましょう。グリコへゴー。タクシーです。お願いします。タクコ焼き、タクコ焼き、タクコ焼き、タクコ焼き。日が落ちてきましたね、もうね。夕方です。晴れてよかった。着いたな。もうグリコのすぐ近くまで来ました。時間が30分ぐらいしかないから。よし、いやありがとうございます。ありがとうございます。はい、静岡グリコ、グリコ、グリコ、グリコ。やばい、人多いな。おー来たぞ来たぞ。おー久しぶり。来た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 。一瞬だ。来ましたね、この道頓堀のこの川。そしてグリコ来た。こんにちは。こんにちは。こんにちは。対岸の人と写真撮ってる。いやーちょうど夕暮れ。お、来ました。すっげー久々に来た気がする俺。グリコイエーイ。こんにちは。本物ですか？本物。うん、いやーやばー、偽物かもしんない。いいですよ。旅行ですか？え、旅行。そうそうそう、やばいっすよ。もう沖縄行って北海道行ってみたいな。新潟出身で。おお。糸魚川なんですよ。あ、近っ。それも大体長岡とかね、みんな言うから。はい、沖縄出身ですよ。え、沖縄。おお、さっきまで沖縄行ってきたんで。え、私青森です。あ、そうなんですね。リンゴの青森。はい。うぃー、グリコ。いえいえいえ、楽しんでってください。ありがとうございます。大阪頑張ってください。ありがとうございます。写真。あ、いいっすよ。写っても大丈夫ですか？すごい。大阪ガール。イエー。あ、大阪の方ですか？修学旅行で。え？旅行で来ました。修学旅行っぽい服装じゃないですけどね。専門学校。ああ、そういうことか。わーい。やばい、人が集まってきちゃった。うおー。グッド。イエーイ。川飛び込んじゃダメだよ。うわ、大阪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 、ほんまに、ほんまに大きに、ありがとう。すげえ、大きに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 。たこ焼き、たこ焼き、俺プライベートジェットでこの雨村来た。たこ焼きだけのためにプライベートジェット伊勢まで来た。ほんまに大きに。大阪の人やっぱ温かいね。すげえ声かけてくれるね、これ。さあ見えてきましたね、雨村の三角公園。ここね、僕思い出の場所で、あれいつだっけな、19、20歳くらいの時に雨村の地下のクラブでビートボックスバトルしに来たんすよ。
そこで4位だったんですよね、ビートボックスバトル。そのすぐ横にあるたこ焼き屋っていう。見えてきたんじゃない？人が多いっすね。ぽいな、ぽいなって言われてるな俺。なんかさっきもさ、偽物ですよねって言われたりして、なんで俺偽物なのっていう。マスクしてると偽物っぽいんですかね。あの服が今日ちょっと明るい色着てるから偽物っぽいかな。わあ、そこだな。びっくりドンキーはあるかな。いやー、変わらないねこの辺。いいね。あー、あるある、びっくりドンキーあるわ。これほんと昔からあるよね、このびっくりドンキー。いいね、ここのびっくりドンキー、俺が二十歳の頃からある気がするけど、間違ってる可能性もある。そう、このね、三角公園ね、必ず若いあんちゃんたちがいるんだよね。いや、たこ焼き屋着きました。到着です。到着。高賀流、ここうまいのよ。ネギソース2パックで、はい、はい、このためだけに急遽来たからね、このたこ焼きのために。やった。このネギよね。お待たせいたしました、ネギソース。ありがとうございます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 。それじゃいただきます。ありがとうございます。このね、ネギうまいんよね。まあ、もちろんネギないやつもあるんで、ネギ苦手な人はネギないやつで。ネギソースが好きなの。七味かけてさ、でちょっとこう見てみるとね、ほら、このほらソースにピッ、うわー、もう湯気立って、ちっちゃいんだよねこれ。すごいこの感じ。いただきます。たこ焼きキングです、これ完全に。たこ焼きキング超うめえ、ね、やっぱね、プライベートジェットぶっ飛ばしてくる価値あるよね、この600円のためにね。ある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 、1000万かける価値ある、これ。あの、いただきます。超うまい。ちっちゃいくてさ、足りないくらいで終わっちゃうんで、これがいいの。うめえ。中トロトロ、こんなに浸ってんのよソースに。ネギとともにこう、うわー、湯気立ってんだこれ。もしいつか生涯もう一回プライベートジェット乗れる時があるなら来たいな。これ言っちゃうとまたプライベートジェット代がね、跳ね上がっていくんだけどね。時間で決まるみたいなんで、あの値段が跳ね上がってんだこれ。幸せ。これこだわりが書いてあるけど、やっぱりね、一つ一つこだわってるんだね。タコへのこだわり、ソースのこだわり、マヨネーズのこだわり、青のり、かつお節のこだわり、配合へのこだわり、あいかけマヨネーズ、醤油のこだわり、ネギっぽのこだわり、もうこだわりすぎー。もう秒で食べ終わってしまうというね。うん、これがいいんですよね、でも。マヨネーズもちょうどいい量。なんかすっごい癖があるみたいなのもなく、本当に美味しいんだよ。うめえ。まあ、大阪の人は知ってると思うんですけど、大阪行くっていう人とかぜひ食べに来てみてください。美味しい。多分2パック食べられるんだけど、ちょっとね、ジェットのね、ディナーあるんだよね。そう、北海道行きで、ね、あるんですよ。だからそれ分かってるんで、ちょっと控えめで。いや、美味しかったな。ごちそうさまでした。もうあと時間ちょっとしかないんで、ちょっとだけ大阪回ってジェットに戻ります。一瞬。また必ず来ます。ごちそうさまでした。美味しかったです。イエイ。三角公園好きだけどちょっと怖い兄ちゃん多いから撤退。イエイ。いや、多いな人で。多分ね、やっぱりね、あの東京にいるより声かけられるね。その関西いるはずないとかね、あるし、若い子が多い感じがする。おい、いいっすよ、いいっすよ。はい。ありがとうございます。大阪の方ですか。大阪です。甲賀流たこ焼き食ってきました。見てました。あ、マジですか。うまいっすねこれ。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。写真撮って。お、全然、全然違う。二度見しちゃいました。あ、マジですか。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。あ、いやいや、よかった。偽物だとか言われなくてよかった。さっき結構言われてきたんで、偽物っぽいな。ありがとうございます。ちゃいます。いやいやいや、こういう感じでいきます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ここのね、アップルストアもね、昔よく来たんだよね。特にそんなになんか買ったわけではないんだけど、なんか来るんだよね、ここね。うん、さあ、あともう10分ぐらいしかないんですけど、さっき掛け橋で人集まりすぎちゃって、あの食い倒れ人形とかカニ道楽の方行けなかったんで、ここからは別企画、ヒカキンメガネを取ると誰にも気づかれない説 in 大阪、プライベートジェット旅バージョン行きます。ちょっとヤバそうな感じ出していこう。怖いに声かけたら怖いで、これやから、ほらオーラ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 放っちゃってるから、はい、全然誰からも気づかれません。これほら肩で風切って歩いてんだけどさ、誰からも声かけられない。お、1人2人ありがとう、頑張って。すごいな、大阪の人目がいいな。今3人ぐらい気づいてましたね。よし、通過しましたね。来てる、イエーイ。今日カニに指負傷させられたカニ道楽、イエイエ、カニ道楽イエ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 。残念ながら視力悪すぎて景色が何も見えねえ。こんな感じ。お、あ、さっきの人かさっきの人かとか言って、イエーイ、気づかれたと思ったら、イエーイ、あー、いた、ちょうどいた、ほらほら、一緒に撮ろうよ、これ食い倒れ食い倒れ、イエーイ。どっちだ、こう、はい、食い倒れ、あ、これ叩いてんの俺、同じリズム全然気づいてない、はいはい、じゃあねありがとう、ありがとう、やった、もうさよなら、北海道行こう、はい。俺ってやっぱ本体はメガネなんだな、メガネつけた瞬間にもう一瞬で、ほら超でけえたこ焼き、なんかこれカールおじさんいてさ、ここのモニターになんか俺顔映るらしいよ、どっか立つと。やってみるか、どこ、おい、ブンハロー道頓堀、イエーイ、なんかテレビに映りたい人みたい。いや、ほんのちょっと来るはずが、すげえ楽しかったな、たこ焼きも最高でした。でちょっともう時間ギリギリなんで、北海道行きのプライベートジェットに乗り込みたいと思います。行きましょう、お願いします。タクシー乗車、よいしょ。よーし、いや、夜のプライベートジェットかっこいい。今度こそ北海道へゴー、イエーイ。いやー、なんか夜のプライベートジェット雰囲気いいね。ちょっと眠くなっちゃうけどね、ディナーがあるんで、この後楽しみですね。もうちょうどたこ焼きが消化されてきてるんでね、いやー楽しみ。いざ北海道へ。綺麗、めちゃめちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、やばい、滑走路超綺麗、なにこれ、めちゃ綺麗。漆黒の夜の空へ、俺のプライベートジェットが飛び立っていく。うわー、すげえ、超綺麗、やばい、うわー綺麗だこれ、超綺麗、すごい綺麗、景色最高、羽が光ってる、ほらピカンピカン、いやーすげー、すごい景色、やばい、
ライベートジェット、俺のプライベートジェット、真っ暗にしてもらいました。うわで月がすごい、すごくねこれ、目の前に月あるんだけど、これ月、月やばい、ザ・ムーンです。これやべえ、これからディナーです。でっか、牛ひじ肉の、いいですね、やば、温野菜と一緒に、ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。うーわ、超高級ホテルのディナーやん、イタリアンです、やばー。それじゃシャンペンでコーラと乾杯。しみる、いただきまーす、いただきまーすって1日何回言ってんだ。4回目ぐらい言ってるよね多分。カプレーゼ、オリーブオイルかかってます、バジルを添えて、うんうん、今日食べた全てが美味しいよ。ボロネーズ、この太いタイプのやつなんだよね、パスタ、これもパスタというんで、いただきます。お肉の旨味がすげえ、団子団子、オリーブが、おお酸味が効いてる。これメインディッシュのこれさ、コーン、これうまそうだよね。ほら、おお、おお、トウモロコシっぽい味だね。普通のこと言ってるから美味しい。これ好きなんだよね、こういうあっさりした味。じゃがいも美味しい。じゃあメインディッシュはっ、肉いただきます。うわすごい味する、これなんだこれ、柔らかい肉、そしてトウモロコシっぽいやつ、いやうまいわ、合うわこれ、お肉と、お肉超柔らかいで、このソースがね、食べたことない味してるね、なんか酸味効いてて、なんていうやつかわかんないっすね。なんてやつなんだろう、うまい、これはなんじゃこりゃ。いやもうこれすいません、これはもう僕がレベルが低すぎるからこういうこと言うんだけど、なんか原始人が、生ハムが巻きつけられてるパンみたいな、なんか、あー、なんか硬いパンみたいな、あーうまい、うわーうまい、お菓子みたいに焼けてるパンみたいなのに生ハムが巻かれてて、これ上品な方なら知ってるんですかね、これね、初めて食べたんだけど、おいしい、あー大人だねこれ、生ハムしっとり、中カリカリ。はい、今私の地元新潟の上空を通過、母ちゃんの上空を通過。え、私、はい、最初に見た YouTube が、はい、2013年 の、 エアロスミスさんとの共演の、嬉しい、これは本当に感動で、ありがとうございます。全世界にとっても本当に、まあ本当 YouTube、 YouTube やっててよかったなっていうのは、はい、ありがとうございます、嬉しい、そのあの私の不足が、はい、ビートボクサーをちょっとやっておりまして、はい、あ、息子さんがビートボクサー目指してるってこと、目指しておりました、心から尊敬する、世の中で一番多分尊敬してると思います、ありがとうございます、いただきます。ありがとうございます。いや、こちらこそ光栄です。マジでうまかったわ。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。青森、青森。
青森上空にてちょっと揺れが。青森、オーマイグッネス、青森今日初です。ごちそうさまでしたの途端です。ああ収まりましたね。まあでもそんなに大して揺れじゃないと思うんですけど。いやちょっとした揺れデビューしましたね。札幌です。札幌一番です。味噌ラーメンです。やっぱり大阪とはちょっと違うね札幌。あ、札幌超綺麗。これ夜に札幌にしてよかったな。超綺麗だよ。うわーすげー。間もなく着陸です。安定してるね。うわあ寒い。イエー北海道北海道。いやー新千歳着きましたね。いやー夜だからってのもあるけどめちゃめちゃ涼しいね。ちょっと寒い。贅沢だね真夏の沖縄行って北海道で。この後ねホテル取ってあって、まあ明日も実は2日目もあるんですけど、ホテルがね空港直結の超スイート、1泊100万とかっていう、最後まで気を抜かないとんでもないツアーにしたのでホテルへ行こう。うん、じゃあホテルの方に、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、よいしょ、ありがとうございました。いや最後まで見送ってくださって本当に素晴らしいサービスですね本当に。はい、というわけで新千歳空港のもうほぼ直結の国際ターミナルの上がホテルになってるってことで、それがこちらのウッポルトムインターナショナルっていうホテルで、ここのスキアスイートっていうね一番広いスイートルーム今回取ってあります。時期によっては100万円超える部屋なんですよ。やばくない？早速部屋の方に行ってみます。すごい広いね。すごいエレベーターなんだけど、すごい広っ。めちゃくちゃ広いんだけど、これがでっかい堂ですね。なんかいい香りがするんだよね。こちらはあの私どもあの江戸時代を中心とした美術作品をちょっとコンセプトとしてまして、あの展示させていただいておりますね。本当に古き良き感じが美術館だ。ちなみにこれ泊まる部屋じゃないからね。かなりレアな部屋ですねこれ。何これ怖い。なんか向かい合ってるんだけどこれ。どういうつもりだ。距離がすごい。これ何何これ。こんなに欲しいお客様にしか入れないエリアになってまして、江戸時代に描かれた本物の作品を出していただいております。江戸時代に描かれた作品、力士が刀持ってるもんね。うわすごい絵ですね。5階から8階まで吹き抜けになってまして、うさぎ染めの布をですね上から13メートルくらいあるんですが、はい、こちらをあの飾らせていただきまして、アートガーテンという名前で作品として展示させていただいております。ほらノンハロユーチュー好きすごい響くよ。すごいリアルエコー。いよいよ部屋に、あこの先にあるか、さらに奥、さっきの吹き抜けがここ一番上だから高い。なんかもうズゴーン抜けてる。おお、少しだから失礼いたします。今日は自動ドア、はい、どうぞままお入りください。うわ失礼します。ここは今日泊まるスキアスイート。マジでやばいぞこれ。スペシャル鳥肌。まずね、玄関広いでしょこれ。ちょこっち行くよ。やばい。お邪魔します。うーやべー、これ
これ泊まる部屋なの。おお、やば、あっちもなんじゃん。なんて上品な、なんか和を感じる。うわ、すげえ。こっちやべえ。うわ、すげえ。オレンジの10倍ぐらい広くね、これ。うわ、和室みたいなのあってさ、木の匂いがめっちゃ和風のいい香り。部屋にお風呂ついてて、ヒノキ風呂みたいな、この木の風呂。うわ、これもうジェット機の動画だったはずが、これだけで1本動画撮れんじゃうぐらいの。やばいね、これが付きやすいと。100万を超えるね、時もある。そんな部屋です。やばすぎるわ。いや。うわー。これは、するわ、そんくらいの価格。すげー。僕ね、まあ、いろんなホテル泊まってきましたよ。海外のスイートルームとかも入ったこともあるんですけど、これ、ジャパニーズキングオブホテルだろってぐらいの部屋だね、本当に。うわ、洗面脱衣所的なの。超広いし。で、お風呂が、こっち。何これ、温泉。温泉って何これ。なんかこの温泉出てくるとか。すげー、超広いんですけど。うわ、俺もこんな風呂の家にいつか住みてえわ。風呂だよって。北海道最高だわ。じゃあ線をして勝手に押しちゃおう。大体わかるんだよ、人生経験で。温泉やんな。これでおそらくこの温泉が、やっぱり起動した。トイレだ、広いね、トイレも。うわ、なんでこれあんの。クローゼットだ。もしかしてこれ住んでいいんですか。あ、1ヶ月分の家賃を支払っても住んでいいんですかみたいな。超大物だったら1ヶ月貸してよ。1ヶ月借りたらどうなんだよ。え、3000万円。あ、100万だったらね。でも4桁万円ってことか。やば。やば。払いな。もう一つの入り口の手洗いコーナー、迷路だ。こっちになってんだ。こいっここのスピーカーとかさ、いいやつなんだよ。そしてじゃあ一番ワクワクするところはここですね。あ、障子だ。ちっちゃい頃ね、ピシッと出したけど、これやったらもう終わりです。逃げさせたくなったね、もうね。すいませんでした。すげー。なんか俺戦国武将にでもなったんですかねみたいな。ここでこう杯を交わしたいね。これ圧巻、圧巻ですね。感無量。こっちだけちょっと洋風なのもいいしね。うわぁ、セレブリティだ。これ案内もされずに勝手に見てるけど、見てください、これ。うわ、ウェルカムフルーツ、ウェルカムヒクキアンフルーツ、いやと、これ、あ、すいません、勝手に。普通これ案内していただくことだよね。うわぁ、シャンパンですかね、これね。すげ、キッチンみたいなのあるんだけど。うわ、クッキング動画撮れんな。ここに引っ越してんだけど、住めないかな、もう。で、ここが何。ああ、お化粧スペース、すごい。まあ、ここ泊まる人もおめかししますわ、そりゃって感じで。自分の部屋の中にトイレ2つある。マジで住みてえ。トイレにも絵が飾られてる。うわ、初めてかな、住みたいって思ったの。ホテルで、やべえ、 CG みたいでしょ、もうこれ。おかしいもんね、なんかね、俺グリーンバックでこれ合成してるでしょ、俺多分。実は家で撮ってますみたいな、行ったことにしてます、ホテルに。それいるからね、ちゃんと。すげえ。うわー、ドリームだわ、こんなとこ住みてえな。じゃあちょっとね、せっかくなんでお酒でも飲もうかな、寝る前に。すげえ。部屋のすぐ近くにバーがあって、ザ・バーっていう、いっぱい飲んでいきたいと思います。緊張してしまう、はい、ありがとうございます。いや、もうジュースみたいな、あの甘いカシオレみたいなもので、はい、これね、ウイスキーって言えたらかっこいいんですけどね。うわ、あの、これ経験ないです、僕。こういうカシス、カシスですね。これは今グレープフルーツジュースを、はい、ハスカップのシロップ、
おお。おお、もうこんなにも混ざってる。これはすごいな。はい、どうぞ。お待たせをいたしました。うわ、ありがとうございます。超冷えてそう。いただきます。北海道に乾杯。うん、おお、うめえ。めっちゃうまいです。甘すぎず美味しい。あ、いろんなものが混ざってるからすごい味わい。あ、一瞬で全部飲んじゃいますね。いや、最高。ごちそうさまでした。めっちゃうめえ。はーい、というわけでバーで一杯飲んでからちょっと部屋でもさ、もう、ね、夜中の12時過ぎてるんですけど、ちょっとコンビニ行ってきてね。なんでスイートルームでって感じなんだけど、大好きなお菓子とね、おつまみとか、あとビール買ってきましたので、ちょっと飲みながら、今日の一日がね、もう本当に1週間くらいの旅行だったんじゃないかぐらいの濃さだったので、ちょっとそれを語りながら一杯、それではいただきます。空気をプライベートジェットに乾杯。よっしゃー、ちょっと一人なの寂しいなこれ。うん、あーうめー。もう旅の途中でも言ったかもしれないんですけど、プライベートジェットって、まあ、本当のね、まあ、言うたらもう僕なんかペーペーになるくらい超すごいお金持ちの人がやっぱ乗るもので、余裕があるから乗るんだろうなくらいで思ってたんですけど、実際乗ってみて良さが分かってしまいましたね。はい、本当に疲れなかったんですよね。全然あの荷物検査とかさ、まあ、本当歩いてないからさ、本当に楽で、あ、こういうことなんだなと思いましたね。だから沖縄大阪行ってあれだけ動き回っても全然疲れてないんですよ。乗り心地もいいし、リクライニングもできたしね。いや、本当すごかったですね。本当に刺激をもらいました。なのでまた乗れるように頑張ろうと、なんか久々にビビビッと自分にいい刺激が入った感じがします。でね、ここまでの動画見ていただけたら分かるんですけど、まあ、正直もうちょっと数えきれないくらいの方に、もう100人くらいもしかしたら声かけてもらったんじゃないかぐらい声かけてもらったんですよ。それも東京じゃなくてね、沖縄とか大阪でいろんな人にこう出会うっていうのは本当に久しぶりで、で、まあ、いつも見てますっていうね、こうハッピーな方とか多かったんですけど、実はね、あれカメラ回ってないところで、あのすごく今回嬉しかったこと言っていただけた方がいて、伝えたいことありますって言って、いきなりちょっと真面目な顔で、え、なんですかって言ったら、実は具合悪い時期があって、その時に見て元気出してましたとかで、見ると元気出てたんで、すごいそれで助かっててお礼が言いたかったですっていう方がいて、うわ嬉しい。なんか久々にそういう会って目を合わせてそんな嬉しいことを言っていただけたので、まあ日々本当に家にこもって動画を作ってるんですけど、ああ、そんな人たちに届いて、ヒカキン TV もすごい元気を与える存在であれてるんだと思えて、すごい嬉しかったですね。あとはね、海でね、ずっとついてきてくれた男の子がね、また絶対いつか会おうねって言ってね、もう最後車の方まで来ちゃうぐらいずっとついてきてくれて、いつか僕も YouTuber になるっていうね子もいたりとか、でその時コラボしてねとかね、そんなこと言われるのも最近になってかなとか、あんま言われたことないなっていう、 YouTuber も見て認めてねいただけてきてるななんていうのも今回の旅で感じて嬉しかったですね。もう嬉しいことだらけでしたね。でさっきあのプライベートジェットで思わぬ大きい刺激をいただけたっていうね話をしたと思うんですけど、去年このヒカキン TV でチャンネル登録者数1000万人突破っていうね目標を、まあ、ちょうど1年くらい前に達成できて、まあ、その目標はもうねなくなってしまったわけですよ。で突破してもそのままの勢いで本当に突っ走ってきたんですけど、どこかそういう刺激が足りない中で、今日でね、あ、俺もっとやっぱ頑張ってもうプライベートジェットも乗るくらいで乗れるような人もいるわけだから、そういうとこ行かなきゃいけないやんっていうね、なんかすげえ頑張ろうって思いましたね。だからこの1年で一番そういう気分になった日で、本当に乗ってよかったですね。でだってさ、その5年前の沖縄北海道1日で行くっていうね動画の時に、5年後ぐらいにプライベートジェット乗ってるなんて誰が考えたかっていうか、もうそんな乗れるわけないじゃんって思ってたと思うんですよね5年前は。で当時ぶっちゃけそんな乗れるほどの自分じゃなかったんで、それが今こう達成できてるんで、ね、なんとなくこのまま1000万人も超えたし、まあ普通に頑張ろうかなっていう気持ちと、いやまた5年後今想像できないね次元っていうのが世の中にあると思うんで、僕そこに行けるように頑張ろうって思いましたね。
で本当に5年前の時ってコロナもなくてマスクもなくね人と触れ合えた時代だったんですけど、今はね本当にそういう大変な時代で、かつ悲しいニュースがね本当に多いので、大変な時代だなと思いつつも、そんな時代だからこそ本当に今回声かけていただいたね皆さんからヒカキン TV も力になれてるんだと知ることができたんで、少しでも動画見てくださってる皆さんにクスッと笑っていただけたりとか元気になっていただけるような動画をより一層頑張ろうと思いましたね。しゃーしゃー明日もあるんで、はい、そろ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 風呂入って寝ますね、はい、幸せだ、頑張らなきゃいけないね。ポンポンポンって感じで、なんかすいません飛行機の中でも飲んだのに、でもせっかくご用意していただけてるんでね、開けないで帰るなんてのは逆に失礼かなと思いまして、いきます。ポン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 、強いね圧が、危ね、手が吹っ飛んでいくかと思った。おほほほ、お疲れ様です。うわー、誕生日でもないのにも失礼いたします。ポルトムインターナショナルに乾杯。あー、キンキンに冷えてやがる。やってしまった。おはようございます。ああ最悪、やっちまった。お風呂入るシーンとか寝るシーン撮ろうと思ってたのに、ふーって横になった瞬間に寝てましたね。うわー、やっちまった。こんないい部屋なのに。ただまだ出発まで時間あるので、お風呂だけでも入ろうかな。朝ごはんまではまだ1時間ぐらいあるんで、6時になっちゃった朝の。ちょっとお酒もね飲んでたからね、寝ちゃいました。で今日は朝ごはん食べたらすぐ出発して、ノースサファリっていう動物園で虎にチュールをあげたいと思ってるの。とだ、あとは札幌でね味噌ラーメン食べたいと思ってます。いやー楽しみ。お、景色いいな。うわー、おはようございます。ターミナルだ。ああ、いい湯だわ。もうこの感じよ。おはようございます。いやー最高。うわー、やべー、夜入るのがあった。いや気持ちいい、最高だわ。おいしそう。さあ見て、朝ごはん準備します。よし、いい湯でした。あー気持ちいい。さあ気持ちよくシャワーも浴びて朝ごはんです。お願いします。あー、いい香りか、ドレッシング。スムージー、いい香り。ではメイン料理のフランブールでございます。はい、これがパンなのか。箸が入ってるやつかと思った。え、パンないなと思ったら、これパンなんだ。いただきまーち、いただきまーち。朝で声出てねえし、ちょっと昨日声出しすぎて若干枯れてるし。いただきます。はい、じゃあまずこれ。うぃ、人参のドレッシング。はい、それではこれメインディッシュ。うふ、あ
ンムーレットっていうこの卵料理切ってみます。おお、超柔らけ。うわ、マジかこれ。赤ワインにって言ってた。やば、超うまいじゃんこれ。来る前からもうアンムーレットいただきます。卵、お、うん、ワインソースが少し甘くて美味しい。うん、卵ふわとろ、スープ、うん、熱い。うわー、優しい味だ。コンポタージュ、サラダから食べないとね。サラダからね。うわー、シャキシャキ。お野菜も、うん、かわいいパン。これほら見て、これにバターとジャムをつけて、贅沢だなこれ。パンがあったかいのよ。うわー、焼きたてだねこれ。多分ほんとそこで焼いてくれたんだ。いただきまーす。ああ、パンがふわふわでもちもち。これスムージー、あー、これ小松菜かな。すっげー爽やか。よく見たらチーズに蜂蜜スプーンについてんな。これブルーチーズ。お、柔らか、おいしい。北海道余市産リンゴジュース。僕余市ね、学生の時スキージャンプでよく合宿に行ってました。余市、あっという間もうデザート。いや全部ほんとおいしいよ。ヨーグルトも優しい。あー、コーヒーがね、ほんと美味しい味してるこれ。おお、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや超うまかったですこれ。あー幸せ。というわけで朝一ですが、ノースサファリ虎に会いに行きます。いやマジ最高でしたねこのホテル。さあいよいよもう旅も終盤ですね。動物園と味噌ラーメン行くぜ。全然超えてない行ってきます。トラを楽しみ。よいしょ、よし。うわー着いた。1時間ぐらいですね。うわー、ノースサファリ札幌。僕ね2、3年ぶりぐらいで1回セイキンと一緒にグランピングしに来たことあるんですよね。楽しみですね、動物とね会えるの。入っていきましょう。さあ園内入っていきます。すごい近くで見れるんだよねここ。しまお、すごいいい毛並みしてるねあなた。なんか作り物みたいだよ。すっごい毛並み、超綺麗。あー、え、これあげていいんですか。はい、はい、こんなんでビビってたらダメだから今日は。はいはい、キリンちゃん、あの下階段登って、はい、全然口移しでもできますんで。口移し、あ、ちょっと、はい、怖い怖いけど、え、やっていいんですか。よし、こんなんでビビっちゃダメなんだよ。おっ、ちょっと、ついた、ついたよ、ダメがついたよ。おっ、いやいやいい子だね、顔でかいね。お邪魔します。これ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 、はい、あ、これかわいいわ。トラ、トラもこんな感じかな。はい、口が小さいもん。ウサギだ、口はウサギ。あー、よかったよかった。はい、いい子だね。はい、この子明らかに戦闘態勢のお方してるよね。ほら、あ、優しい。練習になってるね。あ、ガブーみたいなのないんだよね。大丈夫。あら、あなたほら食べられる。あら、すごい白いよ。あんたなんかゆっくりだね、食べんのね。はい、あら、かわいい。アルビノの子、仲良く仲良く。あ、これこれ、ここにあるから、ここに。はい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 、なん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 、はい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 、これね、サワちゃん、はい、なかなかハイエナに餌やるってないと思う。はい、
怖いですね。ひーちゃん、ひーちゃん、はい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 、あ、はいはい、ありがとうございます。あ、なんかあれ、ここデンジャラスゾーンじゃないよな。あれあれ、これあれ、あ、これ作り物ですよね。これ電池で動いてます。電池、あ、はい、これ炭酸電池ですよね。たまに噛むかもしれない。あ、たまに噛むたおもちゃね。はい、はい、たまに噛むおもちゃね。ちょっと怖すぎる。お、鱗がペリ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 ってなってる。これ本物だーす。重たいこれマジでやばい。おーおー、ニュルルルルル。大丈夫、俺これを克服したから。トラ大丈夫。あ、じゃあ、来てる。先生って言っちゃった。学校じゃない。先生首絞められ、これ首絞めたりしないですよね。首絞めたりは噛んでからですから。あ、噛んでからなんですね。はい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 。あ、なんか、はい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 。すっげえパワー感じる。筋肉の塊みたいな。大丈夫かな、トラ。ついに来てしまいました。デンジャラスの森。怖えー。まあでもね、これやりに来たんで、もう全然もう目の前にしたらもう余裕って感じ。行きたいと思います。え、ちょっと待って。ねえ、これ。当園は普通の動物園ではありません。危険です。怪我や物損は保証できません。すべて自己責任です。了承した上でご入園となります。あ、フクロウがいる。あら、かわいい。お、今日ちょっとフクロウにチュール揚げに変更しようかな。これなら揚げられる。はい、どうぞ。はい、かわいい。あ、ちっちゃい、ちっちゃい、ほら。あら、トラですかね。ほら、はいはい、チュールだよ。かわいい。はい、どこにいるんだろう。ツキノワグマ、ちょっとすごいのがいる。ゴロウ、ツキノワグマ、ゴロウ。怖い、ゴロウ。何入ってんすか、ここ。ゴロですか。トラオ全く俺の方向かないけど、トラオブルルって言ってる。トラオ、この子は女の子、男の子。え、なんかもう腹減ってる感じ出てるけど、よし、怖いよ。え、こんなに動き軽やかなの。ダメ、絶対これダメ。日本ではここでしかできません。ダメ。怖いよ、入っていいのか。ちょっとね、やれないよね、俺。はい、では、はい、これちょっと俺これぐらいまで、そうなんですけど、はい、ガーって言ってたんですよね、今ね。いや、ガーって言ってました。ほら、ガー言ってますね。これ何のガーですかね、これはね。嬉しい。あ、そうですか。はい、はい、餌から行きましょうか。餌、はい、はいよ。はい、トラオ。はい、はい、はい、もうちょっとそっちまで行って。はいはい、そうですね、はい。うん、いい声だね。はい、はい、はい。出たい、もう出たい、怖い。どんどん上げないと、俺、怒られるかもしれん。はい、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 もう、このぐらい食べれば OK だよな。はい、もうこれで。じゃあ、俺、チュールいっちゃうよ。行きます。はい、はい、チュールだよ。はい、うん、トラオ、トラオ、すげえ、大丈夫だ。はい、手が、はい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 、おっと、ちょっと、あ、やばい、かじられちゃった。離した方がいいですか。これ、はい、はい、はい、チューブ引きちぎられた。俺の指だったらもう、ああ、よかった。回収完了です。2本目、はい、手が、はい、手が、手が、はい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 、ほら、はいはいはい、手が、はい、手が、はい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 は
はい、はい、もうすごい一口でもうシャーン行ってます。はい、ありがとうね。じゃあね。あれ俺今最もデンジャラスなゾーンから今逃げてきたんだけど、なんかもっとデンジャラス感あるとこ来ちゃったんだけど、ここはここはあの日本一危険なゾーンって言われてる。あ、日本一危険なゾーン、はい、制約書書かなきゃ入れないっていう、はい、デンジャラスゾーン。うわこのエリアは大変危険です。怪我をする可能性があります。怪我をするって言ってますから自己責任です。サインこれすごいよ。数々のさ勇者たちがさ書いた名前が書いてある。やべー。よしサインしてしまったので、もう僕には何も文句は言えません。ちょっとなんか、若干見えちゃってるんだけど、なんか激臭とか書いてあるんだけど、激臭どうやん。いきます。デンジャー危険立ち入り制限エリア。いきます。なんだよ、うわ、ワニガメ。人の指くらいは簡単に引きちぎるって書いてある。ダメ。今日1本あげていきます。いや、いや、そうです。あー、すごい、なにこれ。え、ゲームのキャラクターレベルのデカさじゃん。モンスターですね。これは舐めてたら終わりだ。そうです、はい、で、ここを渡っていくという。僕の足、食われないですよ。絶対落ちないようにしてください、はい、落ちたら取られます。はい、わかりました。はい、なんでこれ俺わざわざ行くのかな、これ。やばっ、やべえ。尻尾まで入れたら7、80センチはある。はい、はっ、はっ、山嵐。え、これ突き刺さるやつじゃないですか。そうです、こちらがですね、本物の針なんですけど、ちょっと待って、長靴を貫通するぐらいの力があるんですよ、この針。いや、はい、これ怒った時にガンになるんですね。そうです、はい、この橋を渡り切ってください。え、これ本当にザンとかやらないですよね。わかんないです。かわいいけど、はい、行ってきます。はい、これ YouTube でこれ突き刺さってトラとかやられてるの見たことある。え、これ本当に大丈夫ですか。え、ちょっと待って、人参置いてあるんだけど、はい、え、これどうすればいいですか、人参は。またいでください。よく見てください。何かわいいですけど、はい、何。赤ちゃん生まれました、おととい。え、どこに。え、ちょっと待って、来てるよ。え、これブスとかやってこないですよね。あ、赤ちゃんいた、いた、はい、赤ちゃんいた、はい、かわいいです。赤ちゃんいた、あ、いたけど。かわいいですよ、危ないですからね。そうですね、はい、俺の方に向けてるんですよ。赤ちゃん守ろうとして。そうですよね、ちょっとやめなさい。行きます、さよなら。動画で見て知ってるから、このヤバさを。猛獣に食べられないんですよね、これ。背中向けて、はあ、なんで俺自らこんな危険な橋を。トラだけのつもりだったんだけどな。ピラニアの上渡っていこれ、どう臭い人落ちるだろう、これ。落ちると、はい、やめてくださいね、ピラニアちゃん。ほら、大きい餌来たよ、ピラニアさん。今まで何人が餌食になったのか。よいしょ。毒トカゲ。毒トカゲや。でかっつい。毒針抜いてないそうです。あ、やばすぎだろ。ペロってした今。やめて。やめて。すぎ。落ちたら死にます。ニコ落ちたら死にますって、幽霊のもう霊になっちゃってるから。剣道骸骨5です。獲物に噛みつき相手の体がちぎれるまで回転するデスロールにかかると助かることはない。デスロールされたらね、 YouTube でバズります。はい、行きます。なんかマジで寄ってきてヤバいらしいんで、さっと引きます。はい、静かなんだよな、ワニってな。行きます。こいつ早すぎだろ、動き。まあ、僕動物として優れてたんで生きてますけど、これね、水飲みに来た動物はね、終わりだわ。やっべえ。そのさ、ちょっとその食うよっていうの出さない、はい、あえて。本物だこれ。はい、怖いから俺あげるよ。あれ静かになったよ。はい、というわけで旅もいよいよ本当の最後ですね。札幌でスミレ、味噌ラーメンで有名なスミレの本店、大きい店舗に行って食べたいと思います。これ5年前の動画では改装中で行けなかったんですよね。楽しみ。昔スキージャンプやってて、そこ食べに行ったこと何回かあって、多分十何年ぶりとか。向かいます。さあ、着きました、スミレ中之島本店。いや、超楽しみだったんで味噌ラーメン食うぞー。ほんと久しぶり。てか本店で食べられるの、いやー楽しみだね。並んでる。味噌一択で
普通の味噌ラーメン一つと普通の味噌、はい、とジンジャーエール一つで、はい、お願いします。確かね、ちょっと生姜の風味入ってるんですよね、ラーメン。だからもうダブル生姜で。お待たせいたしました、味噌ラーメンです。ありがとうございます。あ、うまそう。あ、ありがとうございます。いただきます。もうほんと昔から変わんないんだよね、黄色いさ、この卵麺でメンマとネギとチャーシューで、ちょっと生姜乗ってるの、もやしも入ってる。いやー、うまそう。まずスープからいただきます。いやー、あー、味噌だな、うまい。これぞ札幌味噌っていうね、味。程よくしょっぱくて美味しいね。カップラーメンとかも売ってるじゃん、セブンイレブンとかで。そのくらい有名だからね。麺いただきます。卵麺うめえ。これはうまい。これご飯食べたくなっちゃう味だね。なんかやっぱりね、本店で食べるとね、また一味美味しく感じる気がするんだよね。本店案外ね、くどくなくてあっさりめでいくらでも食べられそうな感じで。いや、熱い。僕結構熱いもの余裕なんですけど、これでもめちゃくちゃ熱い。これがいい。チャーシューもいただきます。うん、歯ごたえがあってね、味噌ラーメンに合う味だね。多分15歳くらいの時かな、中学高校くらいの時にスキージャンプやってたんで、合宿でここに2回ぐらい来てるんですよね。懐かしい。サインもね、店内めっちゃいっぱいあるの。有名人の方めちゃめちゃ来てるみたい。一瞬で食べちゃったよ。大盛りでもよかったな。もう背中汗やばいね。熱々。ひき肉たっぷり。あのね、最後の一滴まで熱かったね。それも湯気立ってんの、まだ。あの店内すっごい冷房涼しいんですけど、背中汗垂れてる。最高。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ぜひ来てみてください、皆さん。すみれ、北海道、札幌、中之島本店、最高でした。はい、というわけで今ね、美味しく味噌ラーメンをいただいて、ついにこの旅もね、最終目標味噌ラーメン食べることができたんで、ちょっと新千歳空港の方からプライベートジェットで東京帰りたいと思います。テレビ塔来ました。イエーイ、テレビ塔。オッケー、ありがとうございます。応援してます。 Thank you。 ありがとうございます。さて、これから飛行機乗って帰ります。プライベートジェットはあれとないね。あれ、はい、そうなんです。これ今日2日目でしょ。今日もね、プライベートジェットにしちゃうとね、予算オーバー、破産ってことになっちゃうので、普通の飛行機のエコノミーで帰ります。はい、ここもうちょっと成長するできるように今後頑張っていきます。はい、今荷物検査が終わりました。ペットボトルとか全部出しました。はい、今乗りました。北海道から東京、4万2000円のエコノミー席です。節約節約。帰って
ただいま。帰ってきたら東京大雨っていうね。すごくない？出発東京大雨、飛び立って沖縄、大阪、北海道全部晴れてて、帰ってきて東京雨、晴れ男。本当にね、一泊二日なのに一週間くらいのね、まるで海外に一週間行ってきたんじゃないかぐらいの内容でしたね。間違いなくこのね、10年やってきたヒカキン TV で最もすごい旅動画だったと思います。結構ね、長い動画だったと思うんですけど、最後まで見ていただきありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本当に旅先でね、出会った全ての皆さんに感謝です。最高の旅でした。ありがとうございました。ホテルでもね、言ったように、またいつかプライベートジェット乗れるように精一杯頑張りますので、今後ともヒカキンを応援よろしくお願いします。私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はプンプンじゃんけんポン、バイ。登録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